妖者が出現して以来、官兵の行方はようと知れない。織田軍と共に各地を転戦するうち、行方知れずとなったらしい。正妻は官兵の身を案じつつ、もどかしい思いを抱えていた。しかし今、討伐軍は妖者出現という現象を超えた。妖者出現前なら、正妻自身の過去に官兵を見つけることができる。しかし正妻には迷いがあった。過去官兵は職を離れ織田軍と合流した。その時正妻は官兵を説得しようとして失敗していたのだ。今再び官兵と向き合ったとして、自分は彼を止められるのか。自問する正妻に前田刑事と柴田勝家が同行を申し出た。官兵を助けられるのはこの時代、この場所しかない。止めようとして止められなかった、この場所しかない。言葉ってのは面倒なもんさ。思いを伝えるためにあるってのに、時には思いを邪魔する。あんたが落ちてるのはそんなところだろ。かぶいてみな。頭を空っぽにして思いのままに。戦場にいずれば言葉は不要。黙してなすべきをなす。道はおのずと開けよう。ありがとう、分かった気がする。私の役目、必ず。さすが織田軍だ。隙のない布陣だね。いかなる陣もただ切り抜けるのみ。官兵、今度こそ止めてみせる。正妻、追ってきてしまったのか。いいんだな、官兵。あいつらを潰しても拙者は信長様の恩に報いねばなりません。今の彼らは敵です。しばし待たれよ。すぐに開門いたそう。敵だと？一体どこから？刀身を剣斬。おお、いい顔をしてるね。やるべきことが分かってるって顔だ。ただ全力で止めればいい。そう気づいたら。吹っ切れたみてえだな。なら連れてってやるさ、思い人のところへ。そんなのじゃ執着至極に存ずる。前田刑事参上。受けてみろ。よし、本陣の救援に向かうぞ。押されてきたみてえだな。俺は様子を見てくるぜ。
官覚悟を決めとけよ。昇進を検断。前田刑事参上。昇進を検断。前田刑事参上。苛烈な攻め、受けてみるがいいか。あらば遠慮はいらぬな。この戦、存分に見せつけてくれよ。そ
この首貫く叩いた。うんこ、あざるよげぬか。カンペ、私を開けて。はっ！相変わらず見事な腕だな、セサイ。その力があれば、職を守り抜けるだろう。だから自分のことは忘れて引けってのかい。そいつは息じゃないね。拙者は信長様の恩義に報いねばならない。意地を貫かんとするならば黙して戦え。構え、完璧。わかった、制裁。あなたの義を貫かず、私は私の思いを全力でぶつける。そしてあなたを超える。承知だ、制裁。乾杯だ、制裁。全てを委ねよう。先を裂いたり貴様だ、俺に。拙者は信長様の恩義に報いるため職を離れるつもりだった。全ては義を貫くため。それが拙者の生き方、意地ゆえに。私が官兵を行かせたくないと思うのもただの意地。そうだ、制裁。君は自分の意地で拙者の意地を上回った。同じ意地同士、全力で打ち合って拙者は敗れたのだ。だから悔いはない。制裁、拙者は君の意地に従おう。粋だね。よかった。刑事殿は人と正対するの。見つめられるぞ。ははは、にらめっこじゃ負けてねえぜ。おじろって目をそらす。